久保さん、猿の惑星、あんなに持ってるとは思わなかったですね。すごいっすね。<laughs> まあ僕はすみません、猿の惑星そんなに詳しくないんで、あれですけども、まあ久保さんのね、猿の惑星からちょっと情報発信をね、ちょっとお伝えするとするならば、まあ久保さんはね、猿の惑星好きなんで、いくらでも話せるわけですよ。で、持ってるしね。で、こんなあったんです、あったんですっていう。で、前ね、久保さんが言ってたのが、な,なんかの映画ですよね。なんとかの草原でしたっけなんとかの草原だったかな。まあそ、その、それもアクセス集まったらしいですけど。 あのー、その、ニッチですよね。うん、まあ、アクセスが集まるかどうかはちょっとわからないですけど、やってみないとね。ただ、自分が興味あるものを発信すればいいんじゃないかなって思うんですね。まずは。自分が興味あること、話せること。話せないことを話すんじゃなくて、話せることを、あうん、友達に話してるようなこと。俺、こんなの買ったんだぜ、とかね。なんかその、友達に話してること YouTube で話せばいいじゃないですか。 そ友達に話していることもをただ YouTube で話すだけなんで、うん、やろうと思えばできると思うんですよね。で、そこから始めればいいと思うんですよ。で、始めなければ始まらないので、なんかその何を始めて、情報発信をする上でね、何から始めたらいいでしょうかっていう質問もすげえ来るんですけど、始められることを始めちゃえってことですね。単純に <laughs>。 うんもちろんそれだけじゃ稼げないんでそれからどんどん学んでねいろいろ試行錯誤すればいいだけなんでただやれることすらやらないんだったら何も始まらないし何も稼げないってことですねいってらっしゃい。